はい、今時刻は午前4時45分です。そうだな、そっちにいるんですよ今日は。まあ、ちょっとね、入っていく道がないんですね。この道入っていくとちょっとマダニにかじられちゃうかもしれないからね。おお、また一軒経ちますね。イオン高崎、そっちです。こういった感じの場所なんですけどね。春菜さん、あ、吹き流し。まあ昨日まではね、台風の影響で強い風が吹いてましたけど、もう穏やかな、まあ北風です。こんな感じのお家ができます。そこにいるんですけどね、バタバタバタって羽ばたいたんですけど。今日は向こうの方歩いていきますかね。はい、そちら方向から歩いてきてますけど、まあ、こう掲示板ですね。今日はね、2023年の6月4日です。虫歯予防デーですね。本当に綺麗な歯をしているだるまさんですね。幸運をもたらす歯。まあ、これ確かにそうですよ。やっぱり、まあ、歯並びがいいっていうか、まあね、虫歯がないっていうか、それ幸運につながりますからね。7日まで高崎シティギャラリー。今日は午後13時から15時、1階展示室。な、こういった催し物。そして、このポスターの展示、ウェブ上で見れます。まあ、昨日あったんですね、相談会。ああ、いい肌ね。お、泣いてるね。まあ、先ほどもね、まあ、住宅建設中ありましたけど、こちらでも、ブレスハウス。これあれですよね。沖縄の、あの、創作エイサーのブレス。そのブレスの名前からブレスですよね。ブレスハウスさん。こんな綺麗な。ああ、でもいいね。まあ、木材の、まあそういった感じが出ててね、とてもエコロジーな感じがします。今こういったプロジェクターがつくんだね、すごいね。はあ、もうそろそろ完成しますね。ブレスハウス、素晴らしいね。はい、そちら方向から来ました。確かね、ここね、床屋さんだったような気がしますよ。もうやってないんだね。ね、利用って、あ、名残はありますね、床屋さんの。私も来た時ありますからね。床屋さんでしたね。もう歳月がすごいんだね、経過したね。これ実がなってるんですけど、梅の木ですかね。あんずですかね。
おお、なってますね。すごいですね。収穫して、まあ、梅酒でも作ればいいけどね。せっかくなってるんだからね。ね。梅ですよね。そちらにはね、NTT ですね。そして、道を挟んだこちら側。おお。これは相対道祖神です。おお。もうかなり、まあ、豆つっていうか、それが進行しちゃって、まあ、ほとんど表情がわからなくて。お隣もあるんですよ。少し右にかしいでますけどね。これを雰囲気的に、まあ、婚礼型っていうか、まあ、酒造りにどっくりじゃないのかな。まあ、こんな感じになってますよね。右の人が、まあ、とっくりの方を持ってて、あ、逆かな？どっちだろう。まあ、左の人が杯なのかな。なんか、ここら辺って、とっくりっぽいですよね。こちらが杯。まあ、ちょっとね、記念名は見当たらないようです。でも、かなり古いものですね。あ、ここのところにもゴミの集積所なんだね。はい、そちら方向からやってきました。まあ、イオン高崎方向ね。まあ、そちらのね、正面っていうかな、そちらがね、観音寺さんです。そこの信号は観音寺南ってあったかな。あ、見えるか。こういった感じね。観音寺さんじゃなくてもいいか。県道25号。こういった場所ね。じゃあ向こう行きますか。こちらグルリンも走ってますね。新堀千年台前。おー。おお、この2系統がここに止まるんだね。それとまたこちらは別の関越交通ですね。あ、高崎駅まで行くんですね。始発5時37。あ、今、5時24分。あと15分ぐらいで始発の高崎行きが来ます。これ乗っててもいいんですけど、まあいいでしょう。これだけあるんだね。1時間に3本くらい。終電じゃない、終発バス。最終バスは9時54分。もう10時ぐらいなんだね。でもこれ早くていいね。これならね。土日になると少し減るんです。あ、そうだ。今日は日曜日だから、始発が6時19なんだ。はいはい、こちらです。来ません。ここにはね、コインランドリーがあります。24時間営業かな。あ、開いたね。おお。冷製シード。あ、こういった洗濯機もあるんだね。
面白いね。100円玉がここに入れるんだ。洗剤だって、靴の乾燥だって、すごいね。まあ一般的なランドリーですね。大きいね。22キロ15キロ。あ、量によって決まってるんだね。30分間。これも大きいね。100円8分だって。なるほど。あ、乾燥ね。乾燥なんだね。これも乾燥だ。みんな乾燥だ。そういうことか。だから洗う方が高いんだね。乾燥の方は100円で8分ぐらいだもんね。あ、ここは100円で11分だって。あ、こっちの方もそうだね。もうね、時刻は5時半です。雨の日の新型を待っている時には止まった品物を出せていただきます。ああ、なるほどね。お願いすることがあるんだね。あ、乾燥機でおかしな音がしたらインターホンでお知らせください。なるほど。はい、先ほどのコインランドリーがそちらです。こちらはね、もう魚勝さんの前です。たこ焼き弁天。踊るたこ焼き屋さん。まあその後踊ってますかね。こういったパワーセンター魚勝さん、車がないって広く感じるね。じゃあここでおしまいにしますかね。もうちょうど1時間歩こうとしてますからね。はい、それでは今日のお散歩でした。ご視聴ありがとうございました。